こんにちは。前回ドビュッシーのゴリウォーグのケークウォークという曲を弾いた時に、最後にじゃあ次回はバレンタイン頃にとか言っちゃったので、2月になりましてバレンタインの季節が近づいてまいりましたので、なんか一曲弾こうかなと思って、エリック・サティのジュトゥーヴという曲を弾くことにしました。エリック・サティっていう人は、まあ万華鏡のように多面的で、簡単にご説明って言ってもちょっと一筋縄ではいかない人なので、今日弾くジュトゥーヴ、君が欲しいの周りのお話に触れられたらいいかなと思っています。彼は19世紀の終わり頃、ドビュッシーと同じ時代ですね、世紀末のパリに生きた作曲家で、ドビュッシーとも親交があって、お互いに尊敬し合って影響を与え合っていたのですが、ドビュッシーは次第に評価されて、そして地位と名誉も得て、最終的には国を代表する作曲家として大成功していきます。片やサティはあだ名がね、ムッシュ貧乏さんっていうほど生涯貧乏で、そして、まあ、社会不適合者でね、まあ変わり者で気候も多く嫌われてたんですよね。で、彼の作品も当時の、まあ、既成概念からは外れたぶっ飛んだものばっかりで、実験的なものも多かったし、楽譜に書かれているコメントなんかもとても理解不能な言葉ばかりが並んでいたり、まあ、ちょっと何考えてるんだか分かんないっていうような人だったんですよね。それでまあとても孤独のままに亡くなり、そして忘れ去られていたのですが、20世紀を代表する作曲家のジョン・ケージという人が彼を後に再発見したんですね。そしてサティの音楽は当時の人たちにとっては理解不能だったけれど、20世紀音楽の先駆者となるような存在だったと再評価して発表して、そしてそのおかげで今では世界中の人が彼の音楽を愛するようになったんですね。で、彼はどうやって生計を立てていたかっていうと、モンマルトルにあるシャンソン酒場で専属ピアニストとしてシャンソン歌手の伴奏をしたり、シャンソンを作曲したりして暮らしていました。ちょっとモンマルトルとか思い浮かべていただきたいんだけど、あのパリが見渡せる、一望に見渡せる丘の上にサクレクール寺院っていう白い美しい教会があって、でその裏手にはテアトル広場って言って、観光客向けに画家たちが似顔絵を描いたりしている、あそこがモンマルトルですよね。でそこの、まあ、ある場所にシャノワール、黒猫っていうシャンソン酒場があったんですね。でそこのまた中の情景もイメージしてほしいんだけど、ロートレックの絵ってわかります？ロートレックって表舞台よりもね、例えば踊り子さんとか娼婦の素顔、裏の顔、本音の顔を描いたとてもおしゃれなあのロートレックですよね。でそんな雰囲気、例えばね、まあ、世紀末だし多分たくさんの文学者がいたと思うので、そういう人たちがねたむろしていて、例えば詩人とか哲学者とか小説家とかが、まあ、安いワインを飲みながらお互いの夢を語り合ったり議論を戦わせたりしてたかもしれないし、それからモンマルトルの丘を降りると
そこは歓楽街でムーランルージュがあったので、そこで踊っていた踊り子さんたちが仕事が終わると酒場に来て、でタバコなんかをふかしたり、まあ、ちょっと気だるい雰囲気で休憩してたかもしれないし、そしてその近くにはまだ売れない画家たちが共同で生活しているような場所もあったので、ふらりと立ち寄った画家が踊り子さんをスケッチしてたかもしれない、そんな酒場ですね。そこの片隅にこのピアニーノみたいなちょっと小さくて古くてボロボロのピアノが置いてあって、そこにサティが座ってるっていう感じ。そしてみんなそれぞれの話に夢中で、誰も聞いてないかもしれないし、たまに誰かがふらりと来てリクエストしていくかもしれない、そんな世界ですね。そんなことを思い浮かべながら聞いていただけたら嬉しいかなと思います。で、ジョン・ケージがサティのことを語ったとても素敵な言葉があります。エリック・サティという人は教会にいる時も酒場、ナイトクラブにいる時も全く同じ心で存在していたんだよっていう、そして教会でいるのと同じアットホームな気持ちで酒場にいたんだよっていう、そのね、アットホームっていうのがめっちゃ深いなと思ったんですね、私は。で、多分お家っていう意味だけじゃないと思うんですよね。でね、ジョン・ケージという人は東洋の思想や哲学、禅の思想とかそういうものにとても深い理解のある人で、自分の作曲にも取り入れた人なので、そういう意味のアットホームだと思うんですよね。でね、サティはまあ孤独だったし嫌われ者だったし、周りからいろいろ言われただろうけれど、多分周りがどんなに騒々しくても彼の心の中はとっても静かで、そして豊かで温かい世界だったんじゃないのかなって。でこの曲がね、その、まあ、変わった曲をいっぱい作曲した一方を、このシャンソンがすごくこう優しく温かいメロディーで、それは本当にサティの優しさや温かさが溢れ出たものなんじゃないかなっていつも思っています。ではエリック・サティの「ジュ・トゥ・ヴ・君が欲しい」という曲を弾きたいと思います。
ありがとうございました。ではまた。